おいよ。よし、疲れてますいや、なんか今年に入ってですね、仕事がなんか管理側の方に入らされてしまって、非常にあの人を管理するというのは大変なことだと、大変というかいろいろ愚痴は聞きますし上からは言われ、下からは言われ中間管理、はい、で、おまけに時間がなくてギター練習したいんだけど全然練習が最近できてなくて今日は荒れると思いますが前回1000以上のアクセス数アクセスだってアクセスありがとうございました、軽く流していきますかつてはとても愛していたのに今僕らにとって死神はもはやそれほど恐ろしくはないさ。若くつやつやと身を飾れ僕らは君の泣き声と君の笑い声にはもう飽きた。
と走る歩きな休むことなんて知らないコンビニエンスストア部屋を狭くしてゆく我の強いマニアひしめき合い血が増えてく砕けずに唐揚げにして立ち止まっても気づけやしない閉じた世界じゃ気づけやしないラテン階段を登っていく子供の頭で哀れな式じゃ横目で世の中見てる気楽なパラリーナ部屋を狭くしてゆく我の強いマニアひしめき合い血が増えてく作った歪み棚上げにしていくら逃げても無駄なことだお前を忘れらせる螺旋階段を登ってゆく子供の頭で階段を登ってゆく子供の頭で窓ガラスを震わせるエアジェットライナー巻き散らしたアスファルト走る歩きな休むことなんて知らないコンビニエンスストア形を変え続けてく頼りマイネリアそこが俺の生まれた場所だそこが俺の育った場所だそこが俺の生まれた場所だそこが俺の育った場所だ生まれた場所だ他にね、この間自分の、映像を見てですね割れてんなとあれ割れてると思ってしかも今練習する時間がないので、一曲ちょっと完成度高くしようというような感じで練習をしておりました。まあ練習って言っても出勤の日数が増えてしまいまして週4のはずが何か週5になって2連休っていうのがあればまだいいんだけど1日の休みだけっていうと洗濯して買い物行ったらもう昼みたいなそれで練習もあまりできてないんですがまあそんなの言い訳にしないで殿何があったかというとねまあいいですわじゃあ次もう1曲やってバトンタッチします。
僕は知ってます、あなたが頑張ってることを、どんなに辛くてもその瞳に力が宿ってることを、だからこれ以上無理しないで、苦しまないで、少しでも話を聞かせてよね、全て投げ出したくなるその前に、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私は無力だし、何も持ってなんていない、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私はあなたのそばにいることしかできない。私は知ってます、あなたがとても弱いってことを、この世で一番辛いのは自分だと思ってることを、だから自分をあまり責めないで、傷つけないで、弱さを知らない強さなんて、ただの強がりだから、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私は無力だし、何も持ってなんていない、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私はあなたのそばにいることしかできない。優しさがあれば、抱きしめる胸があれば、勇気づける言葉があれば、私に何かできたなら、包み込む優しさがあれば、抱きしめる胸があれば、勇気づける言葉があれば、私に何かできたなら、優しさがあれば、抱きしめる腕があれば、勇気づける言葉があれば、私に何かできたなら、どう？